はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はギガントスタジアムの景品の自前水鳥がレベリング終わりましたので、保守デッキ使っていきましょう。はい、で、保守デッキね、結構考えました。一応フレンドが、ひじり、そしてトシ君。で、あと、あれですね、コウモト、この3人で、割といろいろ考えたので、まあ全部ね、試していければと思います。はい、で、今回はトシ君使っていきましょう。トシ君使う場合も、滝本のところを、例えば東条に変えたり、ホムランに変えたり、最後のところを東条に変えたりで、いろいろね、バージョンはあるんですが、まあ、まずこれからやっていきたいと思います。はい、このデッキの趣旨はですね、まず、水鳥と進むが、球界とささやき、それぞれ確定です。で、それぞれコツ1かコツ3でくれますと。なので、トシ君の2回目までにどっちかが完走してくれれば、トシ君ね、その割り引かなかった方を、コツ1でもらった方、コツ3でもらえなかった方を選択してあげる。っていうことをすることによって、球界とささやきっていう非常に重い金卓を、さらに割り引くことができるかなと思った、やった編成です。まあね、僕は保守は金徳をある程度抑えめにして、基礎能力上げていく方が好きなので、まあ、査定はもちろんそっちの方が伸びないんですが、僕はそういう保守が作りたいので、今回そういう編成にしています。まあ、けど打撃に守備になんで、ちょっとね、技術が余るかなっていうところで、ここで安打製造機を取る。まあ、だからここね、東条でも、タックの強い東条でもいいし、まあ、ホムラでも良かったんですけど、まあ、安打製造機っていうのとこのコンボもあるので、今回は滝本にしましたと。で、あとはですね、今、ビンゴチャレンジをまだね、1枚目やってる時に撮影しているので、守備職人直撮りでね、早急20丸うんぬんっていうやつと、肩 B と、あと、保守20丸っていうのも一気にクリアしちゃおうかなと思っております。まあ、ということでやっていきましょう。ちなみに、世渡り上手ですね、あれは。で、テイク3です。せっちゃんが全然彼女にならないんで、もうね、さすがに招き猫持ってきてる時も、取り直すのやめます。もう、招き猫なくなります、これやってたら。これはね、もう思った。というわけでもう、今後、招き猫を持ってきてる場合のみ、ちょっと間に合わなくてもそのまま続けていきたいと思います。そう、本当にね、全然登場しないんだ。せっちゃんがさっきから。何なんだ、これは。やっていきましょう。まあ、ただね、うまくいけば本当に全然、盆栽でも、おっと、マジで来ないな。下手したら、エオシュ更新まであるかなと思うので、はい。まあただね、しっかりとやって、まあ、盆栽で作ってる同じく2番手保守を最悪、更新できればいいなと考えております。うわ、練習後イベントも起こんないか。でですね、このデッキ異常にね、プラス値が高いんですよね。はい。謎に上限解放がみんな進んでいるデッキなんで、うわ、全然練習後イベント起こんないじゃん。せっちゃん不良の女の子だ。うまく出来上がった時には、その、限界突破ボーナスっていうの。上限解放ボーナスっていうの。あれも美味しいっていう、良さがありますね。はい、というわけでやっていきましょう。でね、一応経験点なんですが、こういうスカウト評価のために、あ、そうか、弱取り上手ついてるから、もうスカウト評価無視でいいわ、今回。ただまあ、ついてない時ね、例えばちょっと肩上げて、とかいうことももちろんやっていいと思うんですけど、まあですね、僕はやらないでおこうかなと思うのが、進むの守備コツが来た時に、一気に守備上げたいんですよ。トシ君が最後守備依存なんで。ということでね、ちょっとまあミートとか、特にミートとか上げずになるべく置いときたいですね。はい。まずいな、またせっちゃんが間に合いそうにないぞ。でも序盤はストイック刑事のことは無視して、とにかく評価上げと、彼女追い、彼女ストーカー、こちらを意識していきましょう。まああとはコツ回収もね、同時に意識しつつっていうところですかね。ということで、まずは体当たりだけは潰してあげましょう。まあ、時間を抑えするのは体当たりぐらいかな、このデッキの場合。トシ君の逆境はさすがにもらわないと精神が足らないのでね、今回は。おい、おいしいの来たね。さあ、せっちゃん頼むよ。明星さん、まだ、せっちゃんではなかった、明星さんですね。ラブパ。で、バス戦にてで一応キャッチャー骨が半々の確率で来るんで、まあブロック来てくれていいんですけど、全然。まあそこでね、そこまでにキャッチャー骨2回来てないと 70% で抑えてもいいかなと思ってはおりますが、はい。これは精神からの次、せっちゃん追いが1番だよ。ストイックゲージのことまで考えると。お、来てくれた。まあどっちでもいいんですけど、この場合なので。あ、ブロック。まあまあ、ブロックでもいいですね。お、ナイス。体力回復。で、せっちゃん追い。おらんのがいい。
これまずいな、せっちゃん本当に。まだ評価も上がりきってないのでブレイクスルーも使えずというところで、ちょっとまずいっすね。ここまでこれはまあ経験点はここがいいのだが、やっぱちょっと筋力練習いっとかないと技術余るのとね、まあ一応媚び売り上手とはいえのもいないっす。スカウト追っとこうかなっていうところです。で初級はここで潰しましょう。トシ君が初級ごと持っております。アビヒもねここで潰していいんだけどね、実際だからアビヒ潰そうか、技術が余りそうだから。評価上げていきましょう。トシ君結構初級評価高いのにまだ上がりきってないですね。よし、これで正月も来るでしょう。これでねせっちゃんの評価クリスマスでも上がるんでね。あ、積極ついてくれると嬉しかったんだが。よし、これはブレイクスルー案件でしょう。いいでしょう。で何かしらコツを抑えるものもまだないよね。よし、 OK、 行きましょう。トシ君とかは練習効果アップとか技術ボーナスもありますので、まあ守備練に現れてくれても美味しいし、逆言うと進むも美味しいしね。水鳥も打撃現れても美味しいしっていう、そういう良さもあるデッキだと個人的には思っています。さっきのロードワーク出といてもよかったけどね。となるとまあ結果論、まあただ僕保守はね本当に敏将に関してはいらないと思ってるんで、理想はね進むが打撃だったら打撃さんとかに固める方がね守備よりはいいと思うんですよね。はい、ということで水鳥の評価をここ上げていきましょう。一番上が経験点はいいんですが、うわ渋いね渋いね、三菱それ憎いね。やっていきましょう。まあこれはコツを回収していこうかな。守備コツ、とにかく守備コツ。なんか今回みんなコツをくれないな。まあこれは滝本が一番欲しいコツを持っているかなと思うよ。でこれもうスカウトというか無視でいいですね。今回もうかなり追ったんで15とか11か上がるのか、相当もう上がってるでしょ。もう絶対ドラ1でしょ。さあちょっとコツ回収がここまで怖いんで、コツをしっかり回収していきたいよ。よし、まあチャンスも2回掴んだ方がいい。さすがに精神が足んないわ。で2回目来ちゃったか。あ1回目か、まだ1回目か。あれあれあれ、まだ今の1回、あれちょっと待って、トシ君久しぶりに使うから。うわ大凶罰、最近せっちゃんの大凶率ひどいというか、せっちゃんってもともと結構大凶率ひどいよね実際。今の1回目か、トシ君1回目ですね。ということで先に完走してくれないかななんて思いつつやっていきましょう。あチャンスもだからね今取らない方がいいんですよね。まあ練習試合前、紅白戦か、紅白戦前には取っていいんですけど、守備が来た時に一気に守備を上げたいからね。でトシ君確か降格は持ってないっすよね。やる気が渋いな。ブレイクスルー打てるけど、やる気が渋いからデートでいいかな。ここはちょっとストイックゲージもったいないけど、やる気この時に打ってもあんま経験点は伸びないからね。今の中途半端に精神いくぐらいだったら、まあ一応せっちゃんも入魂確定ではないので、まあまあサイが連れてきてもいいんじゃないかな。守備ナイス、よーし OK、 これでトシ君を良き感じにできる。
先にだから進むか水取りのイベント完走してほしい。まあそうですね、とりあえず B まで上げようかな。捕手は最近守備は B ぐらいでいいかなと思うんで。はい、広角潰してもよかったけど、どうだっただろう。潰してもよかったな。まあまあ一緒に練習するゾウジさんだしね、彼は。大凶で1819か。大凶ね。すべてを大凶。ああ、体力削らないで欲しかった、この週。あ、ブレイクスルー打てる。打とう。おっしゃ、ダブルタック、ナイス。ナイス。ちょっと、忘れそうなんで、一回上げておこうかな、いろいろ。ここで守備をもう一回上げれたということでね。いろいろ上げておこうかなと思います。守備職人とか絶対コツ来ないよね。もう先に忘れないうちに取っておきましょうか。はい。で、ちょっとコツ回収が怖いんで、もう広角も取っちゃおうか。一応一回じゃあ30まで綺麗に上げるやつやろう。守備はダメか。まあ、とりあえずこれで置いておきましょう。ナイス。で、アンダー製造機も絶対取りましょう。で、これバレンタインからのデートですね、次。トシ君とサイガンマジでね、タック両方異常に強いんで。ということで、これ、水取りと進むってどっちがコツさんでよりもらうかな。わかんないな、そんなの。そんなわかんないよ。ささやきの方にしとこうかな。わかんないよ、これは。まあさすがに招き猫持ってきてるんで、イベント自体は前も完走するよね。それ考えると、より進んでない方を選んであげたらよかったのか、今の。どっちがより、あ、合ってましたね。多分、水取りってまだ一回も金徳指は起こってないんじゃないかな。まあちょっと、ここはね、うまくはまんなかったんですけど、何回かやってみてる感じだと。あ、よっしゃ、かなり掴んだ。さすが守備いいぞ。まあ、あ、これもうね、渋いんで、もうデート先終わらせよう。あ、けど、まだ4回目か。だったら精神練習でよかったな。今のミスだな。今の完全なミスかな。ミスだな。もう4回目か。3回目と思ってたよ。ということで、結構こうやってコツをね、うまくできるんで、なるべくその、進むかね、水鳥が先にイベント完走してくれてたらいいデッキだったんですけど、そこが無理だったか。まあ仕方ない。切り替えていこう。これはもうとにかく、なるべく体力を削らないようにね、OK。さあ成功しろ。これでかいよ。うわ、ちょー。合宿のイベント2個も失敗するかね。しかもその超美味しいやつ。もう一回パワーヒ来てくれると嬉しい。まあこれはもうパワーヒ取りましょうか。体力最大値上がるのマジ成功してほしかったな。はい。大凶引いてるし、何かと運には見放されてはいますが、なんとかやっていきましょう。よし、行こう。さてさてさて、まあただ本当にね、このデッキの良さはそこなんだよな。先に進むか水鳥が乾燥した時のそのトシ君選べるっていうね、その良さ。まあその聖とかだと、例えばささやきの方にもう限定されちゃうんで、2回重ね取りのやつがね。前村のジャイロほんと重いな。やる気落ちてたのも結構つらかった今。まあまあ何度か使っていけばね、非常にいいんじゃないかなと思います。というかこれ、天才の入部届は割とありなぐらいですね。
これはね、さすがに一回ここでやる気を上げて次ブレイクスルーを狙いたい。よし、ナイス。これでブレイクスルー来い。うん、さすがに違うよ。次ブレイクスルー来い。うわー、うわあ、あらい、ナイス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 。ただブレイクスルー来いよ。さすがにタック来いよ、そろそろ。うわっ、本当に、うわ、しかもここで体力を、あ、けど大丈夫か、ブレイクスルー使えるから。球界が少しでしたね。うわ、これはね、本当に運に今回は見放されてますね。まあ人生こういうこともあるよ。でロードワークは本当は休んでいきたかったんですよね。もう結構使っちゃってたんで今。さあ早急が来てないんじゃないかな、こっち的に言うと。あ、でも3000点超えてる。こんだけ運に見放されてて3000点超えてる。やっぱいいね。デッキ自体がね、相当あれを稼げるなって思っていたんで、経験点をね。はい、そこかなと思います。うわー、早急も対左も来てないな。ちょ、そこはやばいな。そこ博多の役やばいな。でもう球界は来ないんで。あー、けどキャッチャーが来てないね、まだ。はい、で今回肩 B には絶対しないといけないんで、ちょっと、はい、ラブパ、ラブパ来い。デート終わっちゃったから、うん、ちょっと全然ブレイクスルーが打てないっすね、さっきから。それが一番良くない。タックが全然来ない。これじゃ経験点も伸ばせるもんも伸ばせない。これはちょっとひどいな、いくらなんて。あ、ちょっと待って、押し間違えた、押し間違えた。ラブパ来て、ぐわ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 。そして鉄の壁も来ない。ようやく来た、ようやく来たと思った時の練習が、まあ、なんかよくわからないやつ。まあまあ筋力だったからよかったかな。お、3回一緒の練習ですね。はい、というわけでこれ眉村、眉村って何だったっけかな。眉村眉村 Broadcast yourself、yeah. なんで急にヒカキンさんの歌になったんだっていうね、お話だよ。眉村眉村眉村だ。まあこれはパワー上げようか、俺の話で。まあ多少足りてない印象も稼げましたし、よかったんじゃないかな。45も上がるんだこれって。早急、トシ君マジで早急。うんうん、早急、あ、そうだ、早急20丸取らないと今回あれじゃんね。思い出した、ナウだ。早急20丸取らないとダメじゃん今回。絶対早急コツ来いよ、一回は絶対来い。これほんとストイックゲージがね、うまくはまんなかったっすね。タックがもっとバンバンバーンと打っていきたかったんですけど、タックが来なかったんで、もうこればっかりはっていうところでね。はい、で技術余りも当初予定していたよりはというか、まあまあそこまで渋くはないかなっていうところですね。これはブレイクスルーがはまんなかった事件だな。まあただまあまあ無経験点稼げてるので頑張っていきましょうね。よし、
ャッチャーこそも来てないのかまだ。ブロックささやあささやきまだだ。さすがに補給も D にはしたいと思っていたので、走力と補給は D まで上げたい。頑張って上げていこう。よし、お待たせいたしました。5番。さてさてさて、まあ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 、けどデッキとしてはね、あの本当にいいと思いますので、ぜひぜひ組める方をというか、まあトシ君をねというか、まあもっと言うと球界かささやきっていうのはもう全然重ね取りしていいと思うんですよね。でトシ君の良さは守備上げてれば成功率上がってコツさんでもらいやすくなるんで、まあ、現状保守キャラナンバーワンかなっていう気は正直しています。しかも選べるしね、どっちか。ただ難しいのが、保守キャラって今まで全員守備だったんで、基本的には球界とささやきくれる人たちって、そこが合わせにくいっていうところはありますね。そこだけかな、渋さとしては。よいしょ、早急くれ。ふぅ、キャッチャーね、キャッチャーしかないよね。てか早急くれー。ちょ、肩 B 早急20丸できないとほんと渋いんだが、無理やりやんないといけないね、最後そうなってくると。ちょ、一回やめようかな。ちょ、パワー以外上げるのやめよう。最後もうそうやって、もうめちゃめちゃ今回ちょっとやらないといけないんで、それをめちゃめちゃに上げていこうかな。それで肩と早急を最後もう無理やりでも上げよう。いや本当にサクサク終わらせていきたい、このチャレンジというものを。サクサクとね終わらせていきましょう。はい、足りるかな。早急20丸まで直取りすると超経験点使えますよね。最後のせっちゃんのエピローグ分ぐらい使うんじゃない、下手したら。トシ君とね、水鳥が早急20丸持ってるんで割と安定するかなと思っていたんですが、今まで早急に関しては入れば同点だ。ライトセンター、そう、コツ返しは結構安定するデッキだなと思っていたんですよね。第9 3回ぐらい使ってみた感想は。よいしょ、いったー、入った入った。ちょっと待って、もうマジか。第9取り直すか。投げました、さらに伸びていく、センター見送った。取り直すか。おっと、いけるいける、よし、まだいける。ダメだ、今素の秋を見せちゃった。普通に素の秋が出ちゃった。今取り直すかって、あれが僕の普段のイントネーションです。はい、危ねえ、そして危ねえ、普通に普段の方言のイントネーション出しちゃったじゃねえか、恥ずかしい。よっしゃ、やっていきましょう。早急、マジで水取り昇級、マジマジ、これマジなやつ、マジなやつ、マジなやつ、マジなやつ。いや、まだ3週間あるよ、まだ3週間あるよ、まだまだあると思います。よし、これいわゆるノンケって言われる人が多いね、基礎ボーナスが高い人が多いデッキですね。はい、パワー B だけ、あー、これキャワー B 危ないよ、こんなことしてたら最後足りんかもしれん、経験点が。よいしょ、もうすいません、もう今回は僕は完全にビンゴチャレンジを達成することに心が向いております。5番。うん、ちょ、なんかな、こういう時ってなんかなと思うのが、本当にコツ回収安定するのに、なんか動画としてやる時だけ安定しないと、あ、これこういうデッキって、このデッキってコツ回収安定しないのかなっていう印象を視聴者さんに与えてしまうのはあまりね好ましくないと思うんですよね。
いや本当に皆さんこのデッキはコツ回収安定するので、滝本を災害で打撃系しっかり取って、でトシ君は打撃系も守備系も持ってるみたいなイメージでね、割と本当に安定するんですけどね。第9球投げた、見送ってストライク、ファーストランナーをチラッと見て投げた、打った、これは強烈、いった、ぜひぜひ、なんか良くない部分が出てるねこのデッキの。まあまあまあそういう時もあるさ、そういう時もあるさ、ほらやっていきましょう、フレックスロー打っていきましょう。あ、ただねここほんと言うとここ打たないで自習の方がいいんだよな、自習あるなら満点を狙うならそうなんだよ。だここのブレイクスルーは相当惜しかったからな今までは。次精神にびっくりで水鳥が送球、完璧、やっていきましょう。あ、よしよしよし、あ、これまあいけるか。いやこれ送球重いね、非常に重いね送球というものが。なんか負けたら嫌なんでね、ささやき取っとこう。お待たせいたしました、しっかりビンゴチャレンジをやっていくよ。第9球、打球はそのまま伸びていく、これ本当に155とか、まあ、カットビバット使えばいいのだろうけれども、ちょっと難しそうだな本当に。ミスった、普通に打ちミスった今。第9、おっと、初球お、今の振ってなかったのか、危ないですね。これ自分の動画を見返しててよく思うんですが、おら、うまいだろう、うまいやろ、今誰に振ったって言ったんだ。自分の動画見返して思うのが、縦画面でやってて、あの20% ですってやったら、その、まあ、僕はどっちも僕なんですけど、要は、あ、自分が出たのかなって思いますよね。おっとっとっと、おお、電池 20% になった。特に iPhone 使ってる方は、あ、電池 20% になったわと思って消そうと思ったら、いや、アキさんがいいって自分はアキさんに突っ込んでますね。いや、アキさんがいいって。はい、やっていきましょう。ちょ、悲しい少年みたいになっちゃった。お、え、さっき言ったことが起こった。早急、あ、おい、おい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 、対左かい、そこは。というわけなんで、できるかな、こっから肩。手で足りるかな、あ、まあ、いけるいける、これで。大丈夫でしょう。はい。最後の試合とせっちゃんのエピローグでとりあえずよかった。もう何回も何回もやるの嫌なんでね、本当にビンゴチャレンジ中、なるべく効率よくやっていきましょう。お待たせいたしました、いくよ。まあ、この動画を出している頃にはまあ間違いなくもう2枚目いけてると思うんですけど、それにしてもあのワールド高校相手に三振っていうやつをね、何度も僕も昨日の動画でももうあたふたしてたんですけれども、あれを何度ももうあたふたやってるんで、あたふた少年ですよ私。よいしょ、もう積み上げたものあたふたしてですよ。第9投げました、全力少年スキマス1、やっていきましょう。これね、僕ね、なんかね、まあ、まあ、広告収益やってたらそれも仕方ないっていうのは分かるんですけど、最近ね、動画編集っていうのをよくやるんですよ。まだその動画出せてないんですけど、実写の動画ね、結構撮っては編集してっていうのを、まあ、そのままボツにしちゃうんですけど、結局まだ、その、編集の練習としてね、結構やっていてですね、でそしたらその音楽をね、まあ、ただ僕がよく使うのはオールドマクドナルドっていう、オールドマクドナルド、いやいやよーってやつと、名前わかんないんですけど、多分モーツァルトかなんかの、てて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 てっていうね、2曲をよく使うんですけど、あれはね、著作権フリーなんですよ。誰が使ってもいいよっていうやつで使えるんですけれども、その要はね、J-POP の歌とかってもちろん著作権がありますので、あれなんですよね。使いたくても使っちゃダメなんで、そこがね、結構、あ、この曲今入れたらね、面白い動画になるのにって。でもね、あれね、違うんですよ。広告
なんで収益化していなくてもダメらしいんですよね、最近知ったところによると。まあ、経験点は十分叩き出せてはいるんですが、まあ今後に期待のデッキでございましたというところで、まあなんかこのデッキの良さがうまく出なくてなんか悲しかったです。はい、もっとうまくハマるんですが、ぜひぜひ良きところをお見せいたしたいなと思っていた秋ではございましたが、なかなか一発目では難しかったかなというところですかね。はい、おっと、まあ何でもいいけども、何でもいいけどね、もう何を取ってもいいが、あーまあ一応ダイダーつけとこうか。じゃあ肩あげようか。よし、こんなもんでいいでしょう。はい、ということで、今回はですね、まとめます。おー、けど、おー、おー、早急ってさ、査定ほぼないんで、20丸の時点ではゼロ。ということで、あっと、ちょっと待って、今の見たかったのに、バカ。今作った選手見よう、もう一回ね。で、まぁ、今回言ってたビンゴチャレンジをしっかりクリアできたんでいいでしょう。まだワールド高校やってないよ。あたふたしないと。スッスッスッと。ビンゴー、ビンゴー、うー、ビンゴー。あ、結構いっぱいいた時って気持ちいい。ちょっと今の選手見ながら今回のサクセスの振り返りをしたいなと思います。はい、S2 だから多分これじゃない、この選手ですね。で、今回はですね、何よりまず、まあ、無理やりね、ビンゴチャレンジのために最後、早急をね、時間抑えで、査定がほぼない早急というものをやったので、まあ、それでも S2 行ったっていうところがすごいですね。で、今回良くなかったのが、一つ目、大凶。せっちゃんが大凶。で、二つ目、全然ブレイクスルー打ちたい場面でタックが来なかったっていうところ。まあ、特に二股やってない時はね、こんだけ来ないと辛かったなっていうところですね。で、三つ目が、そのトシ君の、金徳の方を選べるんですけど、コツをなるべく割り引くように。それもできなかったっていうのが3つ。この3つが辛かったなと思います。まあ逆にまあ、中吉引いてくれて、で、トシ君のイベントの前に、水鳥か、進むがイベントちゃんと完走してくれて、まあ普通ぐらいのね、ブレイクスルーの打て方ができたら、もう S4 ぐらい全然盆栽でできるんじゃないかなと思いますし、まあ早急20丸に関してはデッキもう一度見ていただくとですね、このトシ君も持ってるし、水鳥も持っているんですよ。なので僕今までやっててね、結構安定してきてたんですけど、今回は一回もこれ、まあサクセスなんて割とそんなもんなんであれだと思うんですが、まあ良かったなと思います。で、今回まあただね、技術が結構余るのかなと思っていたんですけど、まあ守備職人とアンダ製造機取ったことによって補給も B まで上げれたんで、まあ保守の能力としては総力だけ低いで、あとはまあここまあまだまだ低いですけどね、これまあもう一ランクぐらい全部上げていきたい。まあ1000丸引いたらもう一ランク、天才1000丸でもう一ランクで、もうちょっとうまくはまって、まあ AA でこっちが SS ぐらいになったらいいのかなって、余計いいのかなと思うんですが、まあ全体的に保守の能力としてはまあいい感じになるかなとは思いました。はい、まあなのでね、今回のデッキで皆さんにお伝えしたかったことをまあ一つまとめますと、トシ君は本当に選べるっていうのがいいよねっていうのと、まあ保守はね、金徳が本当に球界とささやきが重いんで、まあ被らせてもいいんじゃないかなと思う秋でございました。はい、で一応ですね、今後の保守の、あ、ちょ、キャンセル、ちょ、もう一回やりたいな、もう一回このデッキで動画撮りたいな、もう一回やるかもしんない。まあまあそれは置いとこう。でですね、例えばトシ君、ここをね東条にしてあげて、東条が登場しないよ。どこ行った？登場。登場して OK。まあ、こんな編成もいいのかなと思います。はい。打撃はトシ君だけにするんですけど、技術ボーナス持ってる、筋力ボーナス持ってるで、まあ、トシ君の打撃に現れても美味しいというところで、まあ、筋徳かぶりがなくなったというところで、まあ、アンダー製造系アーティストにしてあげてもいいのかなと。これにトシ君っていうのも全然ありだと思います。はい。うん、これでやってみようかな。これでやってみるのも面白そうなんですが、技術が足んなさそうかな、この感じ、さっき見るに。だったら、ここ、アーティストでもいいですけどね。まあ、とかいろいろ考えているので、またね、後日やっていきましょう。
これに、ひじりっていうのも一つありだと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。